ドームです。今回の動画は DJI Osmo Action、 先ほど10時かなに発表された、新しい DJI のカメラについて紹介ページを見ながらグダグダと雑談しようかなと思います。でね、先ほど一通りちらっと見たんですけれども、一言で言うとね、感想ね、いやこれすごいなと思いました。で、欲しいかって言われたらもちろん欲しいんですけども、ただそうだな、なんていうかな、やっぱり小型カメラね、私もうすでにOsmo Pocketを持ってるんで、またなんかね、そういう小型カメラもう一台買うみたいな、そういうのはちょっと遠慮しようかなと思ってるんで、なんでね、買わない分際なんですけれどもまあいろいろ見てね、感想を述べようかなと思います。いやー、これ誰かのレビューとかね、検証とかね、そういうのを楽しみになるんじゃないかなと、今後ね楽しみになるんじゃないかなと思います。はい、じゃあどんどん行きましょうかね、っていうか早速行きましょうかね。ここら辺はいいかな。はい、まずアクションの世界へ、撮影したい映像はレンズ越しに見える光景か、それともアクションを披露する自分の姿か。ちょっと読みにくいね。デュアルスクリーン搭載のOsmoアクションならどちらもボタンに触れるだけで簡単に撮影できます。鮮明なフロント画面ではセルフィーのアングルを確認しながら撮影でき、反応性の良いバック画面ではパワフルなディスプレイを搭載。タフな設計で用途が広がるこのアクションカメラには最新のテクノロジーが満載です。このカメラで思い立った瞬間にアクションの世界を激写しようということで、この写真を見てるとね思うんだけど、ちっちゃいねもちろんOsmo Pocketよりも小さいですよね。ジンバルとかがない分ね、ボディの部分がない分ね、すごいね。これがね、後々、説明があると思いますけれども、 4K60p 撮れるんだよね。すごいね。でしかも今回はこの前面に液晶があって、でしかも背面にも液晶があるということなんで、2つも液晶があるんで、可変式液晶画面っていうのかな、要はバリアングル液晶とかチルト液晶とかね、まあ、要は自撮り専用のために液晶が前に向くかどうかみたいな、そういう話をね、例えばミラーレスとか一眼とかで散々話してきましたけれども、まあ、こうやって2つも液晶があるっていうことは別に固定式でもいいということでね、自撮りの時でも十分こうやって確認できるんで、だからそういう意味では本当シンプルなんだけども頭いいなって思いました。この仕様いいよねって、アクションカメラだからできる技なんだろうなと思いました。はい、じゃあ次、ロックステディ。多分これがこのOsmoアクションの目玉の一つだと思います。あ、目玉の一つって、液晶が2つあるのも目玉の一つなんですけども、これも本当に特徴の一つだと思います。動きに特化した設計。これまで世界中の映像制作者に定評ある高度な映像ブレ補正技術を提供してきた DJI はさらに一歩進んだ技術を生み出しました。ロックステディは EIS 電子式映像ブレ補正と複雑なアルゴリズムを組み合わせ、アクションの激しさに関係なく安定したブレのない映像を撮影できますと。はい、じゃあ見てみましょうか。ポチッとな電子ブレ補正を、こっちがねオンにしてるから、左に比べたら被写体とか要は画角がね狭くなっているんですけれども、このブレの違いを見てくださいということで、すごいよね。本と地面がね荒れているところを走行しているのにもかかわらず、なんか普通にアスファルトの上を走っているような感覚のブレ補正ね生きてるから、映像がはっきり分かりますよね。だからなんていうかな、センサーがねどんだけ良くてね映りがいいっていうカメラであっても、もう激しくブレてたら何が映ってるかってよく分かんないじゃないですか。だからそういう意味ではもう本当この手ブレ含んだね、手ブレ、今回は手ブレだけじゃないんですけど、ブレ補正ね、この電子式映像ブレ補正、これがどれだけ強力かっていうのをね、まあ、今回は結構ありがたみがある機能なのかなと思います。Osmo Pocket に比べたらどうなんだろうね。Osmo Pocket はジンバルでねブレを防いでますけれども、今回のはどうなんだろうね。あとは水平がちゃんと保ってるのはやっぱり Osmo Pocket のジンバルがあってこそなんで、今ある GoPro のなんか欠点っていうのかな、 Osmo Pocket と比べた時の欠点でなんか斜めになりやすいみたいなことをなんか言う方が多いんですけども、まあ、今回のこの Osmo アクションについてもその水平を保つっていう機能は多分ないと思うんで、だから水平に関することは、まあ、Osmo Pocket の方がいいと思うんだけども、ただブレに関しては、ね、電子ブレ補正、今回のねこれただのブレ補正じゃないよと、電子ブレ補正じゃないよと、プラスなんかアルゴリズムの組み合わせでよりねブレないように見せてるよっていうことでね、この映像なんか何回も流してしまいますけども、ほんとすごいなと思いますよこれね。スムーズに映像が流れていると思います。はい、じゃあ次いきます。 HDR 動画で最後までダイナミックに。 HDR での撮影は映像のダイナミックレンジが劇的に広がります。この撮影モードは、明部と暗部っていうのかなの間を、自然な形で再現し、複雑な照明環境下で失われがちなディテールをしっかり捉えます。はい、HDR で録画できますと。ここの白飛びが白飛びじゃなくなるということですね。黒つぶれはどうなのかな、ここら辺黒ずれてますけど、タイヤが少しはっきり見える程度か。まあでもね、白飛び黒つぶれを少なくするのが HDR なんでね、その点では、ちゃんと、HDR 動画になっているんじゃないかなと思います。はい、次ベストショットを撮影。 Osmo アクションは 4K60fpsで 100Mbps の動画を高品質で提供、シャープなディテールを維持したまま映像は力強いその瞬間を常に捉えますということで、 Osmo Pocket と同じ仕様ですね。 4K60p で最大 100Mbps ということでね。はい、でこれは何を見せるやつなのかな。でもまあ綺麗ですよね水がかかったところが玉ボケになっててまた美しいですよね。はい、ね、クリアですねっていうことで、はい、おーなんか変わった。ワクワクする、多彩な機能ということで、まず8倍、スローモーション解像度、これフル HD の 240p の8倍スローモーションを使用して、全ての動きを驚くほど、明瞭に、細部まで捉えますと。スローモーションね、私個人的にはあんまり使わないんですけれども、なんだけどなんかこういう激しい動きをする動画を撮るときはその映像の効果的にねスローモーションを対応するってことがあると思うんで、まあ、これは本当便利な機能なのかなと思います。でカスタム露出設定、最大120秒の長時間録音を可能にする手動及び、これ半自動の設定により夜空の星を撮影できます。まあ、120秒もね、録音してたらね、それは星流れるよね。点じゃなく線で一つ一つの星がね、線になっちゃうんですけれども、ただこれだけ長時間の録音ができるってことは、その肉眼では見えない星っていうのが本当にたくさん出てくるんでね、それこそ満点の星空を撮影することができると思います。はい、タイムラプスは今更いいよねもう散々ある機能だからね、まあ、今回もありますということで、はい、でタイマー撮影モードっていうのは、まあ、これもなんかタイムラプスっぽいんだけども、これがね一枚一枚ローで撮れるんですよ。で後でそのなんていうかな、色補正とかあとシャープネスとかそういったものを、いろいろいじくってね、でそれでつなげてこうやってなんかタイムラプスっぽい動画にすることもできるっていうことでいいんだよね。後処理と追加の制御に最適なタイマー式のロー撮影を設定しますということで、はい、タイムラプスだと多分なんか取っ手出しなのかな、 JPEG 取っ手出しみたいな感じでそれをつなげて一つの動画にするんだけども、タイマー撮影モードにしたら一枚一枚が、ローで撮影できるから、後でいろいろ現像、まあ、さっきも言った色補正とかね、いろいろいじくることができるっていうことなんだろうなと思います。はい、物がないんでね、だと思いますっていうしか言えないんですけど、はい、じゃあ次、その一瞬を逃さず撮影ということで、アクション OS は極めて高速なインタラクティブシステムで、効率的で合理化された UI とデバイスの3つのボタンを組み合わせて迅速で柔軟な操作を提供します。電源を入れる、撮影する、モードの切り替えを全て素早く行うことができますということで、ここが電源ボタンとディスプレイの切り替えボタンなのかな、ディスプって書いてるからね。でここが録画ボタンなのかな、ね、写真を撮る時のシャッターボタンと動画を撮るときの録画開始ボタン、録画停止ボタンを兼ねてるのかなと思います。お、なんか映像が流れてるぞ。はい。カスタムモード。シンプルな操作性と効率を向上させるため、カスタムモードでは頻繁に使用する撮影モードと露出設定を保存、一覧表示、選択することができます。はい。あとは、QS ボタンっていうのがね、多分これ側面にあるんだろうね、うん、クイックスイッチボタンを使用するとモードや設定に素早く簡単にアクセスできます。フロント画面とバック画面を切り替えたり、モードを変更したり、カスタム設定を選択したりと、さまざまな機能を選択できます。はい、Osmo Pocket の時もそうだったんですけど、ボタン少ないけどなんかシンプルな操作のおかげでね、あとは液晶のおかげでね、まあ、いろいろその設定とか細かい設定もしつつ、だけど、複雑な、なんていうかな、操作 UI ではないっていうね、本当になんていうかな、シンプルなんだよね。Osmo PocketもOsmoアクションもね、見たところね、Osmoアクション見たところ、なんかシンプルな操作系でね、いいんじゃないかなと思います。はい、で次、スナップショット。スナップショット機能でアクションの決定的瞬間を逃しません。シャッターボタンを押すと電源が入り2秒以内で撮影を開始できますと。まあ、これはアクションカムだとね、素早い起動っていうのは多分必要なんだろうね。だから2秒ね、早いと思いますよ。Osmo Pocketに比べたらもう本当に早いと思いますよ。はい。あとは、あ、終わったのかな。音声操作。5種類の音声コマンドで動画や写真の撮影、デバイスの電源をオフにするなど必須の機能を簡単に行います。英語と中国語のみ、まあ、もちろん日本語でってねなってほしいんだけどね、どうなんだろうね。まあ英語で操作できるんだったら英語で操作したらっていう操作してみたらっていう感じに思うんですけども、どうでしょうか。はい、タフな設計ね、水の中ね、これこのまま入れてるんだもんね、すごいよね。で、その説明がここにあるのかな。はい、11メートル、防水。すごいね。11メートルってなかなか潜れないよ。オズモアクションには背面タッチスクリーンに防水シールと疎水性コーティングが施されており、水深11メートルまで防水性を発揮できるので、水中での撮影にもぴったりですと。だからあれだ、汚れたら水洗いなんて全然余裕だってことですよね、これね。さすがアクションカムっていう、そんな感じなんでしょうか。はい、次、3層構造、構成部品の安全性。レンズはグレアを効果的に減らす非球面の3層構造で、直射日光の下でも鮮明な画像を実現します。ごめんなさいね、ちょっと目が悪いというか文字が小さくてね、読みづらいんですさっきから。レンズフィルターキャップは、油、水、汚れなどの小さな粒子をはじく指紋防止コーティングが施され、保護されています。どんなに厳しい環境下であっても安心して撮影を続けられますと。うん、こういうギミック見るとかっこいいなと思うんですけどね。ここってなんか、ね、フィルター兼キャップみたいな感じなのかね。取り外してなんか他のやつに取り替えられるとかって、そういうことができるのかな、できないのかな、どうなんだろうね。まあいいや、はいまた妄想というか想像で話してしまいました。で次、マイナス10度耐熱耐寒性、バッテリーは気温マイナス10度の極寒の場所など厳しい環境においても動作し、さまざまな目的に使用できます。はいまあ、バッテリーって寒い場所で、ね、カメラ使うとバッテリーの減り早いよみたいな話をね、聞いたことありますけれども、一応マイナス10度でも普通に使えますよってことを言いたいんでしょうね、ここはね。はい、次、16%、 効率的な冷却システム。効率が 16% も向上しって 何に比べてなんだろうね、これね。まあいいや。綿密な、設計の電熱システムが発生した熱を素早く放熱するので、長時間撮影も安心して行えますということで、ここ空気穴なのかな。でもさっきこのまま水に入れてたよね大丈夫なのかなね。えここ空気穴なのに防水ってすごいと思いません思いました、私は思いました。じゃあ次、多彩なアクセサリー。アクセサリーで撮影をクリエイティブにっていうことで、なんかいろいろ横に流れますけども、はいまあ、基本的にこのなんかがあるのかな。でこのやめようか、ここは、名前が出てこないよね。名前わかんないんで出てこないよね。次 DJI ミモアプリってことで、DJI ミモなんだこれで。しかもこれ初めから Wi-Fi とか Bluetooth とか搭載されてるんだね、これね。いいね羨ましいこれは。直感的に使える機能と強力な編集ツールが満載の DJI ミモアプリで、Osmo アクションを最大限に活用することができます。ストーリーテンプレートを使用すれば、撮影した刺激的なハイライトを編集し、即座にソーシャルメディアにシェアできます。いいねいいね。なんかさ、Osmo Pocket の反省点をさ、なんか入れたっていう感じもするよね。広角なのは、アクションカムならではだと思うんですけれども、初めからね Wi-Fi とか Bluetooth、 こういう遠隔操作ね、無線での遠隔操作ができるよっていう、それもね、初めからOsmo Pocketでも入っとけよって思うというか、思うんですけども、まあ本当に入れちゃったっていうことでいいねいいね本当、はい、ということで、価格 44,820 円ということで、なるほどOsmo Pocketよりも80円安いんだそうですか。じゃあこのページはいいかな。じゃあ次いきます。次、Osmo Action のスペックを見ていこうと思います。で、隣にね Osmo Pocket のスペックも、載せましたっていうか用意しました。なので時折比べながら見ていこうかなと思います。まずサイズ 65×42×35mm ということで、まあちょっと数字でよくわかんないんですけども、親指と人差し指でつまんでいる写真ってさっきありましたよね。あれくらいの大きさだっていうことです。で次、重量 124g ということで Osmo Pocket と比べたら 8g 増えてますが、いや十分軽いと思います。次、画面、フロント画面とバック画面、さっきね液晶が前面と後ろ背面にね2つあるっていうことだったんで、それのことが書かれているということですと。次、センサー 2.3 分の 1 インチ CMOS センサーということで、有効画素数は1200万画素ということで、これは Osmo Pocket と同じですね。ただなんか今回使ってるセンサーはソニーのセンサー使ってるみたいな話を聞いてるんで、 Osmo Pocket とは違うのかな、どうなのかな、まあいいや。はい、次、レンズは FOV145 度 F2.8、 価格が145度っていうことですね。で F 値、まあ、レンズの明るさは F2.8 ということで、 Osmo Pocket は80度の F2.0 なので、この80度っていうのは焦点距離に換算すると 26mm で、この145度が焦点距離に換算すると何ミリになるかっていうのをね、さっき調べたんですけども、ちょっと分かんなかったんで、でもまあだいたい20ミリとかになるのかな、24ではないよなと思うんだけど、もっと広いんじゃないかなと思うんだけど、どうなんだろうねあまり余計なことというか、想像で言わない方がいいと思うんですけども、まあ、十分広いと思います。はい、次、ISO 感度、静止画100から3200、動画100から3200ってことで、まあ要は上限が3200ってことですね。で Osmo Pocket も同じ3200なんですよ。で Osmo Pocket の場合は、まあ、3200まで上げられるんですけれども、ノイズがね結構すごいんですよ、3200まで上げると。だから実際使える ISO 感度、そのノイズがまあ目立たないというか我慢できるというか、その映像がねまともに見れるぐらいのISO 感度っていうのは上限ね800とかね、で甘く見ても1600までなんですよね。だから今回も 2.3 分の 1CMOS センサーっていうことで、多分ね実際使える ISO 感度は800とか1600までかなーって予想してるんですけどね。はい、じゃあ次、電子シャッター速度120秒から8000分の1秒ということで、やっぱり120ってすごいよねこんなに長くどうすんだってね。暗いところでも120秒もシャッター開いてると白飛びしちゃうんじゃないかなってね心配するんですよね。だからやっぱりND フィルターっていうのは今後出てくるんじゃないかなと思います。はい、で次、最大静止画サイズ、まあ有効画素数が1200万画素なんで 4000×3000 ですよね。はい、4000×3000 は1200万なんでね同じです。はい、次、静止画モードシングル、ね、シャッターボタン1回押すとパシャッと1回なるってやつね、写真が撮れるってやつねと、カウントダウン、これはタイマーのことかな、ね、3秒と10秒がありますと。でこのタイマーって、3番目のタイマーっていうのはさっきのなんだっけな、タイムラプスみたいな感じの、連続撮影か、これが 0.5 秒間隔とから60秒間隔までの間で設定できますと。で次、バーストってよくわかんないな、ちょっと飛ばします。次、 AEB、 これねオートエクスポーズブラケティングって英語で言うんですけども、要は明るさの異なる写真を連続3枚撮れますよと連続5枚撮れますよと、3分の1間隔で3枚撮れますよから1間隔で5枚撮れますよか、明るさの基準っていうのかな、露出なんですけども、それの、単位っていうのかな、その間隔が3分の1から1の間で設定できますよってことですね。はい、じゃあ次、タイムラプス。タイマーとタイムラプスね、今回ねちょっと似たような機能かなと思うんですけども、タイムラプスの場合は 4K、 この 2.7K っていうのがちょっとね今回また見慣れないものなんですけども、あと 1080p ということでフル HD ですねが、タイムラプスの場合は 0.5 から300秒だよね、はい、の間で撮れますよですね。じゃあ次、動画 4K の16:9ワイドのやつねが 60p、50p、48p、30p、25p、24p ありますと。これもズームポケットと同じですね。で、4対3があるっていうのがね、これオズモポケットにあったのかな。オズモポケット書いてないかあ、書いてたなさそうだよね。動画はもう必ず16:9 だよね、オズモポケットね。でも今回のオズモアクションは、4対3もあるということです。でこの 2.7K っていうのが画素数というのかな、画素数的にどうなんのいくつかはちょっと分かんないんですけども、そういうのもありますと。 4K とフル HD の間のものなんですよね。そういうのがありますと。でフル HD は240、200、120、160、50、48、30、25、24ありますと。で、HD が HD 今更あるのか 720p で HD ですよねもありますと。あ、そっか、次下のねスローモーションのところで、240とか120とかあるから書いてるのか。で 1080p で120、240って書いてるんですけども、速度的に4倍、8倍って書いてるんですけども、これは動画出力した動画がフル HD の 30p で出力した場合は 120÷30 は4ですよね。240÷30 は8ですよね。だから4倍、8倍って書いてるんですけども、もし出力する動画がフル HD の60コマっていうか 60p だったら、ここがまあ半分になって2倍と4倍になるということですと。はい、次、HDR 動画 4K、さっきと違うのは60コマと60、あ、ごめんなさい、60p と 50p と48は HDR では撮れないってことですね。でフル HD の場合も 60p、50p、40、ここまでは撮れないということですね。はい、でもまあ HDR あるだけすごいいいなと思います。次、タイムラプス 4K、さっき言ったかな、言ってないね。30、25、24、2.7K も同じ、フル HD も同じと。はい。次、最大ビデオビットレート 100Mbps。これは Osmo Pocket も同じですね。はい、対応ファイルフォーマット。こんな細かいことも書いてるんだ。マイクロ SD カードが 32GB までは FAT32 でフォーマットされて、 EXFAT の場合は 64GB から上は、EXFAT でフォーマットされると。Osmo Pocket でもそうなんですけどね、この仕様で、いいということで、なんでこれが今回表示されてるのかなねえ、誰のせいかなってまあいいや。はい、写真フォーマット JPEG と JPEG、プラス DNG っていうのは、RAW のことですね。はい、次、動画フォーマット MOV と MP4 で H264 のコーデックを使っていますと。265ではないってことですね。はい、次、対応 SD カードマイクロ SD で最大 256GB ですと。で次、オーディオ出力 48kHz と AAC ですと。はい、これもまあ Osmo Pocket と同じですね。はい、あとバッテリーか。種類 LiPo、 なんだったっけな、リチウム PO 忘れたテロップに書いておきますはい、ド忘れしちゃいました。前調べたんですけどね、忘れちゃいました。はい、で容量は 1300mAh ということで、ここら辺はOsmoポケット書いてるかな。結構ね、違うんだね。今回は容量が増えてるんだね。で電力も、使用電力のことかな、これは。うわ、これ点なのかな、 5.005 なのかな、5005なのかな、細かくて見えないまあいいや、飛ばします。電圧 3.855 ちょっと、ここら辺は素人的にはよくわからないですね。はい、で動作環境温度マイナス10度から40度までで、駆動時間、ここが大事ですね。完全に充電されたバッテリーでは、フル HD30p で最大135分、ロックステディオフの場合、ブレ補正オフの場合は135分で 4K60p で最大63分、ロックステディオンの場合の、駆動撮影に対応していますとのことです。で充電時間は90分ということです。あとは接続、Wi-Fi 動作周波数範囲ということで、まあ日本でもちゃんと使える、ね、2.4GHz対応してますということですね。あと Wi-Fi プロトコルは 802.11a、 ここら辺ね、詳しい方は見て、はい見てください。私よくわかりません。で Bluetooth もまあ備わってますと。で、Bluetooth プロトコル、まあ Bluetooth のバージョンは 4.2 ですということです。以上かな。次、Osmo Action の FAQ を見ていきます。Osmo Action は歪み補正に対応していますか？はいということで、広角のレンズを使うとどうしても端っこが歪んでしまうんですね、曲がってしまうんですよ。だから、まあ、電子的というか、要は映像処理的に補正をすることで、その曲がりをね、歪みをマシにして、で違和感のない映像にするっていうことを今回やってるってことですね。はい、HDR 機能とロックステディ機能を同時に使用できますか？いいえ、これはちょっと残念ですね。同時に使いたいですね。使えないのか、ちょっと残念ですね。10番を今回も D シネライクあるんだね。どのような機能ですか？あれ、さっきまで出てきた？出てこなかったよね。いきなり出てきたよね、これね。まあいいや。センサーからワイドダイナミックレンジを捉えるように設計されており、色が均等に分布しているため映像の暗部が大幅に改善されます。まあ、暗部だけじゃなくて明部もそうなんだけどね。本物の LUT ラットね、ラットではありませんが、フラットなカラープロファイルの低コントラスト動画でポストプロセス時のオプションに最適です。これね、なんていうかな、写真でいうローみたいな感じなんですよね、イメージ的にね。で D シネライクで撮ると色がね、ちょっとなんていうか、あまりそのコントラストメリハリもなくで、色のその鮮やかさもわざとね落としているんですよ。なのでこの後で編集で補正をする前提で撮るっていうのかな。まあ D シネライクで撮ってそのまま出してもいいんだけども、編集ありきの、まあ、色味で撮ることを目的としたものが、まあ、D シネライクというか、まあ、その手段としてね D シネライクが用意されているということなんですよ。で今回もそれがあると。はい、じゃあ次いきます。単焦点レンズですか？はい、単焦点レンズでのクリアな映像距離は 60mm 以上です。被写体はレンズから 60mm 以上離れるとはっきりと捉えることができますってことで、おお、これ最短撮影距離 60mm って言ってんだ。要は 6cm って言ってんだ。すんごいいいね。近いね。だから近くのものを捉えるっていうかね、撮るっていうのも 6cm だったらね、そんな大した距離ないからね。だからそれでピントが合うっていうことで、いやいいレンズ使ってんな。いいね。これは近づきすぎっていうその撮影ミスがね少なくて済むと。6cm ですからね。いいねいいね。で次、Osmoアクションに速攻を設定できますか。はい、スポット速攻は初期状態の設定です。速攻のロックを選択するには、画面を下にスライドさせてメニューの速攻機能を開きます。ライブビューページに戻った後、速攻エリアを長押しして速攻ボックスの中央タップをすると速攻はロックされます。で何言ってるか分かんないんだけども、要はその露出ね、画面というか映像とか写真の明るさを測るのに、測るんですよ光で。ちょうど良い設定するためにその前にその今現状の明るさを見るんだけども、それの測る方法がデフォルトがスポット速攻っていうね、一点そのピントを合わせようとしている部分のところだけ明るさを測るっていう、そういう設定なんだけども、他のモードもありますよっていうことを言ってるんですね。フロント画面で操作できますか。いいえ。あ、なるほど。表示専用なんだ。マイクはどこにありますかと。2つ内蔵マイクがあります。Osmoポケットもね、ありましたね。1つはカメラの上部。あるんだ。こんなところに。で、もう1つはカメラの左側にあります。あるんだね。で、しかも、このマイクのために穴が開いてると思うんですけども、それでも防水なんだね。すごいね。ほんとすごいわ。Osmoアクションに外部マイクを使用することができますか。はい。USB-C ポートを介して 3.5mm のアダプターで、Osmoアクションをサードパーティー製のマイクと接続することができますってことで、できるんだ。ってことは、Osmoポケット用に出てる 3.5mm のアダプターありますよね。あれもしかして使えるのかな。5000円した 3.5mm のアダプター使えるのかなこれ。ねえ、すごいね。そしたら流用できますって。今後また Osmo アクション用のね 3.5mm のアダプター出てくるんじゃないかなーなんて、勝手に思ってるんですけども、これいいね。外部マイクが使えるってこと。ただだよね、マイク使えてもね。そうだな、OsmoポケットとこのOsmoアクションはね、こいつで音声ね、いいや、やめとこう。ね、あの問題があるからねって今言おうとしたんだけど、ちょっとやめました。じゃあ次いきます。その他長いな今回。FAQ、Osmoポケットってここまで長かったっけ。いやーちょっと疲れるな。その他、Osmoアクションを分解できる。分解ってなんだろうねこれ。電池、レンズフィルターキャップ、USB-C カバーのみ取り外せます。ただし、Osmoアクションを水中で使用する場合は、水中に入れる前にこれらの部品を全て正しく取り付ける必要があります。それはそうだろうね。Osmoアクションのレンズフィルターキャップは交換できますか。レンズフィルターキャップ、やっぱ前面のなんかところはキャップになってるのかね。はい、キャップを回転させて Osmo アクションから外し、他のキャップや ND フィルターを交換することができます。お、やっぱり ND フィルターあるんじゃんね。えよかったよかった。120秒の録音時間をどうするんだって思ったんだけど、ここにちゃんと用意されてるんですね。よかったよかった。三脚に取り付けるにはカメラフレームっていう、アクセサリーが、必要なんですけども、GoPro もそうなんですよね確かね。で次、マイクロ SD カードに対応。これあれだね、Osmoポケットと同じだね。おすすめする開発元がおすすめするマイクロ SD カードの一覧ね。はい、Osmo Actionにはどのようなアクセサリーがありますか？今後発売されるであろうってやつか。防水ケース、カメラフレーム、クイックリリースベース、止めネジ、接着式フラットマウント、接着式カーブマウントなどがあります。詳細については DJI オンラインストアでご確認くださいだそうです。はい、ND フィルターは書いてないけど最後だね。やっと最後に来た。Osmo Actionの内部にホコリや砂が入った場合どうすればいいですか？Osmo Actionは防塵性です。しかしながら、ホコリがデバイス内部に入り込んで清掃できない場合、DJI アフターサービスに修理をご依頼ください。だそうです。やっと終わった。以上です。いかがでしたでしょうか？私の拙い話で、Osmo Actionの魅力が伝わればいいんですけどね。改めて感想を言いたいんですが、これ、お金があったらぜひ買いたい、使ってみたい、そう思うカメラでした。初めから Wi-Fi や Bluetooth が備わっていて、外部マイクも使えて、広角でフィルター交換もできて、HDR 撮影もできてって、これ以上何を求めるのって感じです。ただし、Osmo Pocket と違って水平を保つことはできなさそうですね。ジンバルないから。強力なブレ補正はあるけど、そういうカメラじゃないから。まあ GoPro 系アクションカムってみんなそうですけどね。今後開封動画とかレビュー動画とかたくさん出てくると思いますが、楽しみに待ってます。そして来年の今頃 Osmo Pocket 2出てくれないかななんてね。じゃあ終わります。ということで今回は以上です。バイバイ。